田の通常のバッティングだったら外野フライぐらいはというようなコースなんですが、打球は後ろに飛んでファールボールです。ワンアウト満塁、ワンボールツーストライク。強い当たりを打つっていうね、形で、後手後手になっても柳田の足は本当に速いですからね。そうですね、はい、はい、詰まるんであれば思いっきり詰まる方が、ね、追いかけないでね。あ、やった、左中間抜けていった。三塁ランナー柳田がホームに帰ってきた。サヨナラ、なんという幕切れでしょうか。福岡ソフトバンクホークス、サヨナラで3年ぶり16年目のリーグ優勝。苦しんで苦しんで苦しみ抜いた、そして掴んだ栄冠、最後はサヨナラという劇的な勝利になりました。